ルチアーノ・ブルティは、ブラジル人レーサー。サンパウロ出身。F1 でも出走経験がある。1998年からイギリス F3 に参戦し、1999年にシリーズ第2位を獲得。この時、第3位は F1 での優勝経験があり、後のワールドチャンピオン、ジェンソン・バトンであった。この年の暮れに後に、 ジャガーとなるスチュワートをテストし、2000年7月16日にエディアーバインの代役として F1 デビューを果たす。2001年にはジョニー・ハーバートの引退に伴い、制ドライバーになった。しかし、4レース出走しただけで、ペドロデラロサと変わることになった。幸運なことに、プロストのガストン・マッツァカーネのパフォーマンスがかんばしく、なかったため、 彼と代わりプロストより出走することになった。第8戦のカナダ GP では8位でフィニッシュし、また予選でもチームメイトのジャン・アレジより良い成績を残すこともあったが、その後立て続けに、後日の大クラッシュを演じベルギー GP を最後に、しばらく F1 から離れることとなり、2004年にフェラーリのテストドライバーを務めるが、その契約も1年で終わった。現在は、 母国ブラジルに帰り、ストックカーブラジルに参戦。また、F1 の解説も務めている。ドイツ GP のスタート直後、ギアボックストラブルにより加速できないでいた、ミハエル・シューマッハに激しく追突。ブルーティのマシンはほぼ垂直に跳ね上がり、裏返しでアローズのフロント部分にリア部分が被さる形で落下。反動で表向きに戻ったマシンは横向きのまま1コーナーを直進し、 タイヤバリアに接触して停止した。これにより、セーフティーカー導入後に再スタートとなり、無傷と思われたブルティも再スタートを切るが、クラッシュにより手を負傷しておりレース中に痛みが悪化する。プロストのマシンにはパワーステアリングが装着されていなかったこともあり、ブルティは運転が困難であるとチームにリタイアを申し出る。しかし、プロストに却下され、 走り続けた結果、24周目の1コーナーを曲がることができずコースアウトし、リタイヤとなった。ベルギー GP では超高速コーナーのブランシモンで、エディアーバインのインに着いた際に、アーバインの左リアタイヤとブルティのフロントウィングが接触。ウィングが脱落し、コントロール不能となったブルティのマシンは、ブランシモンを直進し、ほとんど減速することなく、 タイヤバリアに T ボーンクラッシュした。ブルーティのマシンは、コックピットの後ろまでが良いのタイヤバリアに完全に、渦漏れ、クラッシュしたアーバインも、マーシャルと共に救出に当たるが、救出が難航したため赤旗中断となった。最悪の事態が予想される大事故だったが命に、別状はなかった。しかしこのクラッシュはヘルメットが、タイヤバリア奥のガードレールに直撃した上、 顎の部分には拳ほどの穴が開くほど凄まじいものだった。脳震盪を起こしていたブルティは48時間後に意識を取り戻したが入院は1週間に及んだ。意識回復後は短期記憶に問題があったことを後年語った。この年は残りのレースを全て欠場し、そのまま F1 の表舞台から姿を消すこととなったが、肉体的に回復するのに時間がかかり、自信を失い、精神的にとても弱かった。でも良かったことは、感知した時はもっと強くもっと成熟していたと語っている。ありがとうございます。